よいしょ。あ、どうもカブです。ちょっと今日はね、買い出しに出ました。で、買ったのはですね、瓶を2つ買ってきました。コーヒーのね、豆をいろいろ試したかったんで、入れるように試そうかなと思って買ってきたですね。あとはなんとなく買う予定なかったんですけど、木のスプーン。なんか最近スープ飲むことが多かったので、ポタージュ系とか木のスプーンでちょっと食べたら美味しく感じるかなと思って買ってみました。はい、こんな感じですね。はい、で、あとね、ちょっと新しくコーヒー豆も買ってきたので、ちょっとこの味も試してみようかなと思います。カルディさんでキリマンジャロですね。酸味が強めなコーヒーなのかな。そうですね、そう、マンデリンが苦めで、ブラジルが結構中間的な酸味と苦味のバランスだったんで、今度酸味強めの方にしてみようかなって感じですね。酸味強いのはアイスとかの方が好きかもしれないですけど、まあちょっと試してみて、他のとも混ぜてみたりして、また自分の好きな味探してみようかなと思います。ああ、いい香り。よし、OK。香り違うのかな。こういうのもだんだん分かってくるんですかね、違いが。あ、どんな味するんだろう。ああ、いいっすね。アルファ 7S3 でこれ撮ってますけど、やっぱり画角が広くなってる、広くなったというかクロップされなくなったのかな。なんかすごく広く撮れてる気がしますね。そう、アルファ 7S3 のこれ初撮影になるのかな。一応10ビット試してますけど撮れるね。ちょっと 60p までいくといけるのかっていうのはありますけど、 24p であれば大丈夫そうですね。よし、そろそろ行ってみよう。
香りが全然違う。熱っ、熱すぎました。あ、でも香りは違いますね、やっぱり。なんか素人感覚でも全然わかる。酸味強いと言われれば強い気がしますね。多分マンデリンと比べると全然あるんですけど、ブラジルと比べると どんだけ違うんだろうっていうのがちょっとわからない。入れ方の問題もあるんだとは思うんですけど。ああ、なるほど。ああ、これは好きな味求めるのは大変そうですね。そう、今ちょっとこの状況下なので、なかなかお店でね、試飲ができないですよね。まあさすがにちょっと予防の観点でそういうのはもう控えてるっていう状況なので、飲んでみるしかわからないんですけど、なんかお店で出てくるブレンドとかって本当にいろいろ考えて出してくれてるんだなっていうのを感じます。で、まあちょっとね、今度は今はキリマンジャロのだけで飲んでるんですけど、ちょっと他の豆とねブレンドしてみて味が変わるのかちょっと見てみたいと思います。はい、では今回はこんな感じで終わります。